RD スタイル。RD スタイル。RD スタイルとは、東芝、現、ハイセンスグループ、東芝映像ソリューションが販売していた H、HDD&DVD レコーダー、RD シリーズに、テレビ番組を HDD に、どんどん録画し、撮っておきたい番組のみ編集して DVD に、保存するという東芝が提唱する利用形態に、付けられたブランド名称である。一部では、機種名を、 RD スタイルと呼称している場合もあるが、機種名そのものは正しくは RD、R でいいである。2001年4月27日に世界初の HDD&DVD レコーダー RD-2000 が発売された。RD-2000 は当初2000年末に発売される予定であったが、ソフトウェアの開発遅延により4ヶ月発売が延期された。発売されてからも、 バグや HDD の起動不良問題などが頻発したが、とりわけ他社には負けない、編集力の強さやパソコンとの連携など、高機能さで録画マニアに根強い人気を獲得していった。機能を追求することによって、初心者には使いにくいものになったために2005年に、初心者向けの、カンタローを発売した。2006年5月以降に発売した、デジタルチューナー搭載機は、 型番は RD を名乗るが、バーディアシリーズとして独立している。そして同年11月には、デジタルチューナー非搭載機、搭載機とも、バーディア以前モデルが、カタログから消え、HDD なしの VHSDV 利益のみ残る、RD スタイル、カンタローの名は消えた、製品ブランドを、バーディアに変更後のデジタルビデオ録画機としての、基本部分の多くは、 RD シリーズからバーディアシリーズに継承されている。バーディアへのブランド名称変更後の詳細は当該記事を参照。なお対応する DVD はかつては DVDR と DVDRAM だけだったが2003年に発売した RDXS31 から DVDRW にも対応した。ただ東芝では DVDRW に関しては使い分けができる人だけが使う。 使い分ができない人は DVD-RW、DVD-R DVD の VR モードも使わないよう説明書に記載している。これは DVD-RW がビデオモードか VR モードのフォーマットを選択しなければならないためである。そのため RDXS31、XS41 RD、X4 バージョンアップにより対応、XS35、XS32、 XS33、XS24、XV33 は DVD-RW の VR モードでの録画は不可能で DVD-R へのダビングの試験用という位置付けだった。また HDD のみ搭載した異色の機種 RDH1 を2005年春に発売している。ネット上のみのテストマーケティング的位置付けの販売であったが、 初回予約時は用意した仙台が3時間で完売してしまう。その入手の困難さから幻のレコーダーとも言われたほどであった。東芝は DVD フォーラムの中核企業であることから企画を策定した DVDRW アライアンスそのものの存在を認めておらず、そのために R や RW への対応は行わない方針であるロム化した R 陸では再生できる場合あり、 カタログの裏表紙などに書かれている DVD をお買い求めのお客様へサポートトップページの一番下にも記載ありに名指しこそしていないものの DVDRW アライアンスへの不快感が現れている RD-2000 時代のバグ問題から現在でもユーザー同士の情報交換は活発でありパソコンとの融合以降は RD 用のフリーソフトもリリースされている デジタルチューナー搭載モデルの投入は他社と比べてやや遅い方であったが新製品で一気に巻き返しを図らんとしている特に RDXD71 はデジタルチューナー搭載モデルとしては低価格だっため2006年夏までたびたび売り上げ1位を維持していた2007年10月9日にデジタルチューナー非搭載モデル11機種もマイクロソフトの最新版ブラウザである インターネットエクスプローラー7.0への対応をバージョンアップで可能となった。イップグにアダムス・イップグを採用していた唯一のメーカーである。アダムス・イップグはテレビ朝日系列局がない地域では利用できないため、それを補う意味でインターネットから番組表を取得している。これがウェップグである。W6 第480万5943号ウェップグ 第487万2961号は株式会社東芝の登録商標である。シリーズ全体としての主な特徴、機能的な観点での長所、注意点などは以下の通り。基準は発表、発売の順番。特徴は主な差分情報。カンタローシリーズ。型番の頭は AKRD シリーズとは、 正反対の設計思想からボタン数を極力少なくするなどの初心者向けとして位置づけられていた。2005年頃からパナソニックの自我が操作の簡単さを前面に出し好評を博しシェアを伸ばしていたことへの対抗策であった。ップグはアダムス・イップグのみである。ネーミングは自社のポータブル DVD プレイヤーのポータローに習っている。2006年11月。 バーディアに統合される形で姿を消した。HDD を搭載しない DVD 単体レコーダー、VHS との閉載も含むを基本にした機種。DVD レコーダー機能の部分は RD シリーズを踏襲している。バーディアブランド以降の各機種詳細については当該記事を参照。2004年から2006年にかけて発売されたエントリー系を除く製品、 2007年に発売されたアギー、a シリーズのコードネームは、機動戦士ガンダムシードなどコズミックイラ系、ガンダムシリーズに等するモビルスーツ、または戦艦の名前から取られている節がある。ただし、この件に関しては、東芝の担当者たちは肯定も否定もしていない。2006年後半発売の製品からは、コードネームが付いていないまたは不明なため、 便宜上ここにまとめて記す。2010年秋冬の製品のコードネームをまとめて記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。